止まらん村松海と、5月7度目のマルチ安打新之助さんを援護したかった冷静隠れ首位打者気にせず、1日1日とは一体どのようなことなのだろうか。龍の神切り込み隊長が今日もバットで快音を響かせた。3試合連続で1番遊撃としてスタメンに名を連ねた村松が3回に左前打を放つと、7回には中前的自打、5月7度目となるマルチ安打をマークし、強引に行かずボールに合わせて打ち返せてよかった。コースに逆らわない打撃に満足感を漂わせた。村松選手いいところで打ってくれました。岡林選手の3ベースのチャンスで前の打者が凡退し、相手に流れが行きかけたところで見事なタイムリー、素晴らしいです。1番に座って3試合目でこの試合もマルチ。まだ低めの変化球に崩される打席がありますが、そこを見極められるとさらに怖い打者になると思います。規定打席に達し首位打者に躍り出ても、今のメンタルを維持して打ち続けほしいですね。一時期あたりが止まってきたので心配していたが、ここのところ復調気配で一安心できそうだ。特に2安打目は無四三塁で無得点だと、3回実質2回攻撃を残している巨人に流れが傾きかねなかったので、試合の流れの中でも良い一打だったと思う。今季は控えからのスタートだったが、自らのバットでよく道を切り開いてきている。オープン戦からここまで好調を維持できていることは自信になるだろう。このままショートの定位置をがっちり掴んで、セカンドの田中美希也と往年の洗い場球のコンビで活躍する未来を見せてほしいものだ。このままの打率というわけにはいかないだろうけど、中軸を打てる打者に育ってほしい。守備も良くなってるし、いずれ長打も出るでしょう。シーズンを通す経験がまだないから、今年をステップとして長く君臨してほしい。田中は怪我や体力が心配だけど、大事に起用して年間100試合以上を目標にすればおのずと結果を残しそう。これでほぼ二遊間が決まれば落ち着いた試合運びになるだろうね。石川はやはりファーストなのかな。ならもっと打撃を磨く必要がありそう。打席の内容を見る限り決して調子は良くないと感じました。ただ良くない中で2安打できるというのは、この実績がただの調子が良いだけではなく技術が身についている証拠だと思います。あと打率という実績が良いのも後押ししていると思う。打席に立てばスコアボードに数字が出てきますからね。今季はおそらく3割以上の実績は残してくれるでしょう。このところ打撃の方は今一つだった村松。巨人との第一戦は 6-0。 打率ランキング登場へ向けて規定打席を稼いだものの打率は下降した。せっかくだからこの再規定到達いきなり首位打者になってほしい。昨日の2安打で可能性が上向きになってきた。昨日 6-0 でだいぶ落としてたけど少し戻せたね。そしてそれよりも大事なところでの一打は価値がある。昨季もいいところでの一打は多く見られてしまってると思う。今は村松が好調で、三木や安も攻守によくやってくれて何とか踏みとどまっているが、岡林の完全復調が待たれる。あの1点は大きかった。あのまま終わっていたらノーアウト3塁の大ピンチを抑えたことで巨人は勢いづいたはず。残り3イニングで1点差だったら全くわからない展開だった。よく野球は流れのスポーツと言われるけど、加藤中島の連続三振で流れが傾きかけたところを引き戻したわけだから、かなり大きなヒットだったと思う。村松選手すごいです。きちんと去年の経験を生かしてオフ中に高橋由伸のタイミングの取り方を参考にするなど、オープン戦から結果が出るように仕上げてきました。さすが明治のキャプテン。やはり人間力でしょうか。カリステの逆転決勝だ、小笠原のジャンピングキャッチなどのヒーローはいるけど、西三塁での村松の一打は影のヒーローだ。あの回に得点できなかったら流れが嫌な方向に向いていたと思う。加藤匠の打撃は悲惨だし、代打中島はバットに当たりそうもなく、チャンスがピンチとなるところを村松がよく救ってくれた。今のような快進撃はいつまでも続かないとは思うが、リードを不満として確実に出塁してほしい。岡林も少し復調の気配だし、2人で1番打者を争ってほしい。小笠原のジャンピングキャッチは巨人時代の桑田さんの怪我を思い出してヒヤリとしたが、あのプレーが野手陣に火をつけたと思いたい。ようやくやっとバランスが決していいわけではないけれど、投手の守りかつ繋いで1点を取る状態に戻した。技術的にはまだ荒さがあるものの、勢いのある1番村松、2番田中は今までの中日にはいなかったタイプだね。中軸も細川の後ろにカリステを置くことで安定しているように思うし、下位も打てないキャッチャーが揃ってるが、岡林が下位に入ることでランナーを置いた状態で1番回るケースも増え、得点機会が増えていくように見えた。これで岡林が完全復活して、中田が期待通りの活躍をして、ビシエド他が上手に中田の休養を埋められればまだ夢を見る希望が持てる。立浪監督が阿部選手、京田選手の二遊間をやめて一昨年のドラフトで獲得した背番号1桁の村松選手と田中選手の二遊間、それが打線でも1、2番、今のところ
あの立浪監督の二遊間解体の英断は正解になりつつある。ここに岡林選手が2年連続最多安打争いをしてたくらいの状態に戻ってきたら3番あたりを打たせててもいい。立浪監督が現役ドラフトで獲得した細川選手も4番に定着してきた。立浪監督がこの数年思い描いて獲得してきた選手たちで14番まで並べられるのではないか。しかもこの立浪チルドレンと言ってもいい選手たちはまだ若く数年期待できる選手たち。外野からはいろいろ言われてはいるが、立浪監督は悪くないどころか素晴らしいのではないか。ここに石川選手が成長し加わってくるようなことがあれば黄金期の再来も期待できる。外野の心ない声に何か耳を貸さずに立浪監督には自分を貫いて頑張ってほしい。打撃は好調を維持できているようですね。構えと背筋の伸び方が日々違うので何か試行錯誤しているようですが、このまま頑張ってほしい。岡林がもう少し復調したら1点2番でチャンスメイクか3番で得点に絡むか組み替えて攻撃力上げれそうです。立浪監督外人見る目はないけど、ドラフトとかで日本人選手見る目はある。ドラゴンズの選手はもう少し単打ばかりでなくチャンスに強く長打が増えれば打撃もよく守備も良い選手は多い。ユーティリティプレイヤーとか村松選手と田中選手は二塁手と遊撃手どちらもできるし、カリステ選手も複数守れる。外野もできる。細川選手はもう少し守備力向上をお願いします。ショートは現代野球でも守備の花形、少年野球でも足が速く肩の強い選手を起用する。投手兼任もしていたネオ選手もこのパターンだ。プロでは投手やっていた選手で打者転向するときにセンスのある人がなれるポジション。元巨人の河合さんは高校時代投手だったがプロでは守備とバントを極めることで生き残った。ネオ選手はショートとしては成功しなかったけど、もはや高校からショートはやらないとプロでも成功しない時代になったのかもね。村松と田中の二遊間で要因じゃないの。5の0の日もったけど隠れ首位打者なんだし彼を使わない手はないと思いますよね。サードは高橋周平が戻ってくるまで福永返しとは登る渡るか山本たちで良いとして、ファーストをどうするかだよね。中田翔はしばらくかかりそうだからビシエドだけど相変わらずコンイチなんですよね。カリステがどこでも守れるから彼を有効に活用してやっていくしかないのかな。大島をスタメンに入れて細川をファーストに回すというのもありかな。せめて普通に打てばいいのにバスターみたいな打ち方をするかと。打球が前に飛ぶ感じすらしなかった中島が連続三振し、これで無得点に終わったら流れ的にこの裏の巨人の攻撃が怖いなと思ってたところにタイムリーヒット。村松がいろいろと救ってくれた。今週中にランク入りするだろう。どうせするなら1番で出るといいですね。ラッキーヒットではなくしっかり球を捉えているから成長している。岡林も徐々に調子が出てきた。周平との肩が戻りまた貯金を作りたいですね。村松が立浪を助けました。虫三塁で三振王の加藤、次に代打中島は空の骨頂でした。あの采配を見ていた小笠原はどんな気持ちだったのか。ベストを尽くした結果ダメならともかく、あんないい加減な采配されては腹が立っただろうに。また追加点の満塁のチャンスでも三振を加藤をまさかまさかのそのまま打たせ、お決まりの三振でした。まるで小笠原に勝ちをつけたくないようなひどい采配でした。村松が打ってなかったらネットはまた奪われだったのではないでしょうか。もう3試合ぐらいで規定に乗るよね。この調子で1番に座ってくれてるとだいぶ頼もしい。調子の波は年間戦えば当然ある。ここ数試合ちょっと調子落ちて流し打ちで安打稼ぐようになってるのはちょっと気がかりではあるけど、交流戦終わるぐらいまではなんとかキープしてほしいね。1番村松、2番田中、3番福永と3人ともドラフト同期で2年目の選手。この年の中日のドラフトは結果的には豊作だったと言えるだろう。福永は開幕時2軍でした。ヒットが出なくても選球眼がよく四球を選べてチャンスメイクできる。しばらくはスタメン起用すべきだ。岡林の調子も上がっていているみたいだし、ヤングドラゴンズの活躍で順位を上げていきましょう。岡林、田中、村松、細川、中田、ビシエド、石川、三好、石橋賛否あると思いますが、個人的には打順をコロコロ変えずに基本はこのヤング打順で固定してほしいな。ここに上林、山本、板山、宇佐美をうまく組み合わせて、鵜飼、ブライト、津田、辻元、そして龍空、早く上がってこい。あのタイムリー打破ほんとよかった。もし三塁を0点で終わると試合展開的に危なかった。村松が打ったから救われたが、前の2人何とかならないかな。ピッチャーも交代するのに肩を星に代打が出せない。木下に信用がないからか中島はかつてのしぶとさは今はない。考え直した方がいい。サードリュークが2軍で話題になってるんだけど、龍空のファンはよく考えてほしい。内野守備を評価されず外野起用から石川を押しのけてチャンスをつかもうとしている福永、オフから誰よりも打撃で結果出しながら
守備は決してセンス抜群でもないのに二遊たらい回しにされた上に、田中ロドのスペア扱いされつつも我慢強く粘った村松、身体的なハンデを背負いながら過剰な筆記起用に応えた田中、内野全ポジション確かな守備力を持ちながら即二軍落ちしても腐らずやってる石垣、本当にリュウスラにサード必要ないのか。石垣の出場機会を削ってサードに入ってるのに、昨日の4点目のタイムリーは大きかった。ほんと救われた気持ち。それにしても彼の前の2打者とその起用は何なんだ。自動アウトのみならずバットにすら当てられない。是が非でも1点追加したい場面で加藤匠場にバスターなんて、一定並みの無謀ギャンブルだわ。まだスクイズの方が可能性があったし、こういう時こそ石橋を出してほしかった。中島が1軍に居続けてるのも謎でしかない。ショートはできないと言われてたがようになってきたし、バッティングも今年はすごい期待できる。リュウクには悪いが一軍での出番は村松にアクシデントでもなければない。村松、田中でドラゴンズの二遊間はしばらく安泰といきたい。村松選手いいね。マルチ安打に追加点、盗塁も決めてくれました。田中選手も盗塁しましたが、故障が心配されてるのか消極的ですね。いずれガンガン走ってくれると期待。村松、田中の1番2番が足を使い出すとかなり厄介なチームになりそう。7回のタイムリーはノーアウト3塁から加藤に代打を出すこともなく、代打もあまり期待できない中島を送り、案の定の2アウトで無得点で終わってもおかしくないところでよく打ってくれた。立浪は本当に村松に感謝した方がいい。あれに懲りることもなく8回の満塁のチャンスでも加藤をそのまま打たせてるんだから、何一つ反省はしてなさそうだけど、やっと村松選手を1番に定着させているね。しかしちょっと打てなくなるとすぐに打順を下げるからね。大好きな岡林1番にね。選手の調子を見極めてしっかり打順を組めば勝てますよ。コーチ陣頼みますよ。監督がすぐに暴走するから、岡林が本調子になれば12番コンビでいいんじゃないか。立浪監督は結果がいまいちだけど3年間でかなり改革したと思う。次の監督が良ければ上位に行けるメンバーは揃ってきた。あとは細川以外にフルで出れる細川への台本が欲しい。中田は当てにならない。昨日の4点目を奪ったタイムリーは勝利への貴重な追加点だった。ノーアウト3塁から加藤、中島連続三振で嫌な流れだったが見事流れを戻すタイムリーだった。それに対して今の中島はいただけない。犠牲フライさえ打てない。ボールが外野まで行かない。一軍に置いている意味がわからない。特別扱いはチームの士気に関わる。さっさと二軍に落とすでし。